議な力により何年経っても子供のままの優しいお嬢様。どうしても大人になりたいお嬢様はどんな願いも叶えると言われるエターナルティアラを手に入れるためプラチナプリンセスを目指すことになったのですが、また苦労が増えそうです。挑戦展開トライアスロン。というわけで、今回あなたたちに取りに行ってもらう3つ目のクリスタルフラワーは展開にあります。展開ですか？なに、エレガントな美貌とファンタースティックな魔力を持つ魔界の姫にあろうことか展開に行けって。じゃあグレンダはお留守番ね。クリスタルフラワーは私たちに任せて。どこへだって行くわよ。行けばいいんでしょ。展開パンパン。それでは展開への扉を開くとしましょう。狙ってるよ、あの校長。ここは？ここは私の故郷天界です。ただの空き地じゃない。天界だなんて偉そうに言ってる割に。なーに。そうだ、エルミナちゃんのお父さんって天界の王様でしょ。だったらクリスタルフラワーのことも。それは。クリスタルフラワーは聖なる神殿にある。何を聖なる神殿って。あの神殿の最上階、そこにある天への扉の向こうにクリスタルフラワーはあると言われている。しかしそのためにはいくつかの課題をクリアしなければいけない。時間は日の光が消えるまで。あの上にクリスタルフラワーが。では直ちに向かうがよい。以上だ。それだけ？エルミナちゃんとお話しなくてもいいの？ねえ、あれ、行っちゃった。ちょっと待ちなさいよ。あの、私たちって確か飛べませんでしたよね。うん。で、だから展開なんか来たくなかったのよ。なんなのよこの格好は。羽根がないと大変な
よ。あー、何が悲しくても赤いの姫がこんな格好。でも天使みたいで可愛いですよね。ほんとよく似合ってるよグレンダー。そんなにお嫌でしたらついていらっしゃらなければよろしかったのに。なに、あんた喧嘩売ってんの？ちょっとくらい食べるからって抜け駆けしようなんてそうはいかないわよ。私はそんなつもりはありません。おや、お姫様、ごきげんよう。いつもお綺麗ですね。かっこいい。そうやってチヤホヤされてぼーっとしてたって親父が助けてくれるんでしょうよ。そんなことはありません。天界王様はご自分の娘でも特別扱いはしないのです。へー、そうです。お父様は弱い娘はいらないとおっしゃるのです。見えてきました。では皆さん見ていてください。私が一人でやりますから。え、ムッキー、まったくあんたは協調性ってものがないの。ここは地のフロア、最上階を目指す者の知力を試すところだ。ロボットさんですか？展開では全ての作業をロボットが行っているのです。決してミスをしないように。天への扉を目指すためにはこのパズルを時間内に解かねばならない。それが第一の課題だ。なんだそんなことか。簡単簡単、こんなの私の手にかかれば楽々クリアよ。回すほどごっちゃごっちゃに。ああ、もうこんなもの。ダメだよグレンダ、解けないからって。え、これでよろしいですか？正解、おめでとう。え、そうなのですか？他にもこんなのとかこんなのもできるんですけど。いえ、そこまでしなくても結構です。コングラチュレーション、ステージクリアです。あまり簡単な問題でしたので引っ掛けかと思ってしまいました。なんかムカつく。なんだかグレンダさんがムカついてますよ、ココルーさん。何してんの。今頃解けてもしょうがないでしょ。でも、もう少しで解けそうで。できた、できました。本当だ、すごい、ココルーちゃん。ね、もう一回やって。ですね、まずは、あー、そこやるんだ。さあ、次は何？体力のフロア、見事我々を叩き伏せて天への扉を目指すがよい。いざ。我々では私がお相手しましょう。グレンダー、こんなやつだ、私一人で十分よ。
余計なことしないでよ。誰が助けてほしいって言ったのよ。助けるって？私は課題をクリアしただけですけど。ムカつく。皆さんは休んでいてください。あとは私だけでクリアしますから。え？待ちなさいよ。もう一回やれば絶対勝てたんだから。もう一回やれば。エルミナチョップ。全くキリがないじゃない。はあ、よどんだ空気が吸いたい。もう少しですから頑張りましょう、グランドさん。失敗してしまっては意味がない。見ていてください、お父様。新しいステップを習いましたの。何を浮かれている、エルミナ。ダンスの一つくらいできて当然だ。お前は天界王の娘なのだぞ。はい、お父様。私の娘か。その時私は決めたのです。お父様に嫌われないために決して失敗はしないと。あ、また見えたよ、エルミナちゃん。早い、そんなに頑張らなくても。いいえ、失敗すれば終わりですから。そう？失敗しても次頑張ればいいと思うけど。わあ、遠いですね。上等じゃない。さあ、何でもやってやるわよ。よくぞここまで。天への扉はこの上にあります。じゃあすぐそこなんだ。クリスタルフラワーも。ここは美のフロア。導きに従って優雅に踊ってください。踊り、ラッキー。踊りだったらエルミナちゃんのお得意だね。さあ最後の課題です。うわあ、この曲は。私もうできません。待って待って、お父様。今度はちゃんと。無駄なことはするな。一度の失敗も許されないのだ。
それが天界を治める者の定めだぞ。お父様。アンサンブルでした。おめでとう。課題クリアです。やったやったじゃん。はい、もうすぐだよ。もうすぐ聞き飽きたそのセリフ。でも、もう時間がありません。とにかく急ぎましょう。ここが最上階？あれが天への扉ですね。じゃあ、あの向こうにクリスタルフラワーが。お父様。何をもたもたしていた。あの程度の課題で私を失望させるな。はい。とにかく最後の扉を開けるのだ。はい。遅かったな、エルミナ。失敗は許されんと言ったはずだ。まだです。私はまだ諦めません。ん？ごめんなさい。これは私にやらせてください。お願いです。よし、わかりました。エルミナ。もう少し、もう少しだよ。エルミナ、エルミナさん。エルミナちゃん、頑張れ。大丈夫、いけるわよ。頑張ってください。いけ。
認めてはくださらないのですね。エルミナちゃん。でも、もう一度頑張ればいいのですよね。決して諦めず、試練に挑む心。その心の強さ、これからどのような苦難に遭おうとも、どうか忘れないで。魔法は突然に。私のセリフは？なんだ、あんたいたの？